い、今日皆さん引き続き、次の、コーナーです。大丈夫ですか？ちょっと待ってください。はい、では真ん中の特設会場に皆さんお集まりください。一年後を知る篠さんの、芸になります。明治学院大学経済学部小学科出身、内田洋子法人芸人法人第一営業部プロジェクト推進課所属、篠崎博和49歳の出身です。前回に続き日本古来の武道であります剣道を紹介したいと思います。ちなみに11月の3日文化の日には剣道日本一を決める全日本剣道選手権大会になりましたが、いた人営業部門だとかなり剣道の一本を取るための有効だとする里津部位が4カ所あります。まずは面です。面からのコテからのドから月です。ちょっと細かくなりますが、面の有効だとつったらどこがございますか？面はこの、 この布団ですね。この金具に当たってもよく浅い布なんですけど、金具に当たると一本があります。この面布団、ここに当たって初めて。ちなみに角度は45度ぐらいなので、耳に食っちゃうと。胴は普通は右胴と言いまして、こちら側が正しいです。こっちは逆胴と一般的に言われています。それからコテの有効打突はどこかお話しします。コテの有効打突はこの筒のことです。握りに当たってもダメ。そういうことです。で、剣道の基礎知識が皆さん身についたところで、皆さんにちょっと体験していただきたいと思います。今からですね、20年前ぐらいに炎のチャレンジャー、今から映像出ますけど、百万っていうのがありまして、その中にも剣道が、百万の剣道っていうのがあるんですけど、百万、ご存知の方、いらっしゃるんですか？その道の達人が、腕に自信のあるチャレンジャーとして、百万に出すと、100万円もらえるっていう、何が早く、あ、うどくんが行っていいね。あれ、みなこと記憶にないです。この100万実は私なんですけど、嘘です。で、これから私が100万になりますので、皆さんにチャレンジしていただきたい。やりたがってる。いいぞ、いいぞ、マモシ。
市内にもお、ちゃんと道具が。あと普通剣道は3本勝負で2本取った方が勝ちなんですけど、ちょっと3本で強いと思います。普通はこの市内を使うんですけど、私はこの市内を。あ、こっちで西方で。それで勝てんの？普通は私も打つんですけど、私は打たないで逃げ回ります。私から1本取ったら勝ちです。すごい事故の予感。1分間にしようと思って、1分間は私が乗れなかったら、はい、チャレンジしていこう。はい、これ会社さんもいいじゃん。はい、チャレンジしていこう。いいよ。はい、よし、行ってこい先方。マオト、マオト君です。皆さん拍手お願いします。そんなことまで用意したのかよ。あと、それでもちょっと一緒に下げたくます。下げたくます。おー、下げたくなく別に下げたくない。しかもちょっと下げたくなく手加減が半端ない。先に面つけます。ハンデ感すごい。これが正式な。準備しておりますので少しお待ちください。今マウント練習するか練習。よし、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 お、お、
あれ今のやつ1番1番飯塚さん